和歌山海守り隊の体験ツアーは、海を学び未来に伝えるをテーマに、海と日本プロジェクト in 和歌山県の実行委員会が主催して開催しているものです。今年は田辺市と白浜町を舞台に行われ、県内各地から小学5年生、6年生、15人がエントリーしました。体験ツアーは10月と11月に分けて行われ、11月1日のこの日が2回目のツアーです。この日はまず白浜町にある京都大学白浜水族館を訪問しました。ここは白浜周辺の海に住む生き物およそ500種類を展示している水族館で、生き物の形や動きを間近に観察することができます。中でもこの日の勉強のテーマとなったのは無脊椎動物。カニやエビ、ヒトデなどの無脊椎動物は美味しいだけじゃなく、海の中で大切な役割を果たしているんだそうです。地球上で、とてもなんかいろんな生き物がいて、それぞれ関わり持って、住んでる生態系があるんだなっていうことが、頭の片隅でもあれば、海についても広い視野を持って、いろんなことができる人間になってくれたら嬉しいかなと思ってます。続いては船底が透明で海の中が見えるグラスボートの体験です。子どもたちは魚の泳ぐ姿など実際の海の中をじっくり観察していました。そして体験ツアーの最後はポスター作り。2日間のツアーで勉強したことや印象に残ったことなど、海への思いを先生のアドバイスを受けながら絵に描いていきました。どういう思いで描きましたか？いつまでもこういう魚の、美味しい魚のが残っていてほしいという思いで描きました。いろいろなゴミの拾う活動とかそういうのに参加していけたらいいと思っています。やっぱり魚のために海をきれいにしな、きれいにしなきゃダメだから、魚のためにきれいな海をあげようっていう気持ちで、やっぱり魚のために活動とかをしていきたいなと思いました。海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本。